モンゴル国立大学は1942年設立、モンゴル国際署の国立大学、ホルロー議員チョイバルさんが創立した、ビジョン、世界レベルの大学になることを目標としている。具体的には2024年までに、伝統的なリベラルアーツに基づき、地域の主要な研究大学になり、アジアのトップ100大学の一つになることを掲げている。価値観以下の5つを、 大学の価値観として掲げている。戦略的優先事項以上の目標を達成するため、以下の戦略的優先事項を挙げている。世界大学ランキング2015年、国内の大学から4校以上をアジアでトップ100校入りさせるという計画が国会で採択され、モンゴル国立大は2024年までにトップ100入りを目指す戦略校になる。2018年、 オランダのティルバーグ大学が発表した世界経済大学ランキングではアジア94位、世界ランキングでは675位だった。科学部応用科学工学部経営学部法学部、国際関係公共行政学部、ありがとうございます。